ファンの皆様、大変お待たせいたしました。ただいまから競争水面上は G2 モーターボート大賞天下無双群雄割拠浜名湖の陣シリーズ5日目、第11レース2つ目の準優勝戦の開始を迎えています。対戦メンバー1号艇峰竜太、2号艇秋山直之、3号艇丸野和樹、4号艇野中一平、5号艇大沢風紀、6号艇若林義人です。今度は6艇しっかりピットアウト、枠番順の形で各艇がバック側からホームが船を回してきています。まず1コースには1号艇峰が向かっていくところ、シリーズリーダーの座をこそは惜しくも逃しましたが、ここまではさすが峰と言えるレースで、シリーズリーダー吉田につく4勝マーク。当然ここ圧倒的支持を集めての一戦。2コース2号艇秋山、3コース3号艇丸野、ともに素早い攻めが持ち味でもあります。峰にどう迫っていくか。4コースから外の3艇は記念レース初優勝がかかります。3人、4コースに4号艇の中、5コースに5号艇桐生のフレッシュルーキー大沢、高モーター59号艇がパートナー、サイアウト6コース6号艇地元フレッシュルーキー若林義人、初の G2 戦でお見事予選をクリア。枠なりの3対3、第11レースの準優勝戦、進入内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スローの3艇と4コース4号艇の中がいいスタート。1周の1マーク、インから押し切っていく。1号艇峰竜太、2号艇秋山サス、3号艇丸野が果敢に仕掛けていく。4号艇の中、6号艇若林義人が刺してバックスレッジ。1号艇峰、押し切る押し切る、リードは2艇身。2番艇4号艇の中、内から6号艇地元の若林、スターター正常。1周の2マーク、6号艇若林が先に回る2番手争い。差しハンドル4号艇の中、続いていく3号艇丸の、その内から2号艇秋山、2番手争い4号艇の中一平。リードの方は現在2艇身から2艇身半、3番手から6号艇若林が追撃。レースは2周回目、2周の1マーク4号艇野中一平、2番ツタン、6号艇若林、波のないところ握り込んでいく。そして2号艇秋山も食らいついています。2番手4号艇野中、リードの方は1艇身半、外からじりじりと6号艇若林、そしてチャンスを伺う2号艇秋山。これから2周の2マークです。2周の2マーク4号艇の中一平が2番地ターンを打っていくところ、6号艇の中外、内から2号艇秋山、2番手しのぐ4号艇の中のリードは3艇審査、外から6号艇若林、内から2号艇秋山、後方3号艇5号艇各艇時計前通過して、これから最終周回。3周1マーク輸出権をめぐる2番手争い、4号艇の中に対して6号艇若林は外行って、2号艇秋山は絶妙な小回り。2番手4号艇の中、ここで5艇身6艇身安全圏下、3番手6号艇若林、上1番4番6番3連単146 29.6倍、142は 14.1倍、断然の期待に応えた1号艇峰竜太。最後の直線4号艇の中、しのぎ切っての2番手3番手どうか、外6号艇若林、内2号艇秋山、1着で1番の峰竜太が5輪、2着4番の中、3着は6番若林、わずか2枚か、2番秋山4着か、後方3番丸のラスト5番の大沢が5輪です。